お待たせ。それじゃ早速変装だ。ああ、よし、これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。分かってるって。じゃあな。お客様、どちらにご用でしょうか。どうも、エアコンが故障されたそうで、修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件、受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。怪しいな。ん？これは、ん？なんだ。怪しいな。
ちょ、待ちや。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも。はい、すぐ行きます。ほな、こっちや、ついていい。うぅ、サブ、早よ直してくれんと凍え死ぬわ。おお、あれや、電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました、とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。お、さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。ん？誰やお前。あ、私、エアコンの修理に来たものでして。ほんまか？見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかり思っとったわ。それはですね。妙やな。もっかい業者に電話して。どないなってんのか確認してみようか。いつもの人の代理です。彼、今日はお休みでして。そないなはずないやろ。さっき道が混んでるから遅れるって連絡あったんやぞ。あれ、おかしいですね。何か行き違いがあったのかも。なんやこいつ、怪しいで。登場会の回しもんやないか。なんやと。お前ら生かして返すんやないで。Come on!
よし。開いた。
ストアホ、何してくれとんねん。あんだけ言うてたろうが、すんません、ほんまにすんません。いい加減にしろや。いいから帰れって言ってんだよ。え、でも。あれ、海藤さん？エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。なんやお前は。し、少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。
何が目的や、お前。言ったろ？あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この組を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんや、お前は。カムロ町の探偵だよ。組が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら、羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホンだな！そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか？こんな真似してただじゃすまんねえ。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか？当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかははっきりさせたい。はっきりしてるやろが、羽村が久米の目えぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこでなぶり殺しにしたんやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ。久米の死体。あんたに見せんのは酷だったかもな。けどこの写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後、ここへ運ばれてきたってことだよ。そうか。じゃあまあそれは分かった。少しは落ち着いて話せるようになったか。よし、なら一つずつ行こう。まずあんたはアムール前から逃げ出した後、どこで何をしてた？敵に組の門さらわれて何も動かなかったのか？動いたに決まっとる。久米を奪い返すために俺は凶霊会の仲間に応援頼みに行って。でも応援は集まらなかった。あ、アホ抜かせ。応援は集めたで。アムールにも貸し込みかけたわ。あの晩アムールにはもう人の出入りはなかったはずだ。そう思うが、防犯カメラに映っとらんかったからやろ。
俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。そっちは防犯カメラも壊れとったしな。そっからアムールに踏み込んだんや。踏み込んだ？アムールの中に？ああ、せやけど店の中には誰もおらんかった。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。検察によればアムールでハムラが久米をいたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。ふん、検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく久米やったんはハムラや。他におらんやろか。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。だから法廷で証言してくれると。やると思うか。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。どう？一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると12時の時点でアムールには誰もいなかった。そう、ハムラの頭は12時頃久米を解放してサウナへ行ったと言ってる。村瀬の話とは矛盾しない。となるとハムラの頭マジでやってねえのか。頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。まあ結局はそこなんだよな。それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。そうだな。よし、海藤さんも今日は上がって。時間食っちゃったよ。